どうも、サムライです。前回ですね、お金集めの方法として一つ動画を投稿させていただいたんですが、ちょっと新たな発見に気づいてしまったので、そのご紹介をしていきたいと思います。まず一つだけ訂正させていただきたかったんですけど、このゲームでのお金は塩でした。誠に申し訳ありません。ではその塩を集めるための方法で、前回3の根気をクワガタに当てて、お金をゲットするという方法をやったんですけど、ちなみにこの場所はダム城郊外の一番最初のマップです。でそのクワガタムシに5連撃加えることができましたんで、それをちょっとやってきます。まあただやるだけなんですけど、じゃあちょっとエネルギー弾を放出していきますね。いきます。やあ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 、あ5回以上できたな多分ということで、そんだけやるとこれだけね、一気に稼ぐことができました。エリア移動してキノコを倒してエネルギーが溜まったら連撃、これでね、大量にお金をゲットすることができますんで、ぜひやってみてください。ここに至るまでの説明とお金が何に使えるかっていう説明は前回の動画でお話しさせていただいてますので、そちらの方を参考にしていただければと思います。では短い動画となりましたが、これで終わっていきたいと思います。そして私の動画ではこれからもイーストワードの配信と攻略系動画などを出していきますので、ぜひこの機会にチャンネル登録しておいていただければと思います。それではお疲れ様でした。また次回もよろしくお願いいたします。